白滝不動堂は、京都府京丹後市大宮町上、常吉にある仏堂。白滝不動堂は、京丹後市大宮町上、常吉商事者が谷の常吉川の上流にあり、磯砂山へとつながる林道の先に、主言者たちが行をしたという。また、特縁奉仕の荒行の後と伝えられている。9月1日には、京天寺の住職の法要が行われる。かつてはこの祭りに、 高子屋などの露店が出て、子供を連れて、お参りしたとある。有形文化財としては、白滝不動境内に高さ1メートル60センチメートルの石柱がある。石柱には、明治31年犬912月がお主、堀口修女と書かれている。谷戸が寄進した。また、灯籠一帯が無記名で据えられた。白滝不動堂に通じる。 道の傍らには2600年記念碑がある。高さ2メートルの自然石に2600年記念碑と書かれている。白滝白滝不動堂の近くには沢滝に分類される白滝があり、落差は小さいものの流勢は強い。落差は5メートル、幅は2メートル。かつてはもっと落差が大きかったとされる。春先には磯砂山から流れてくる。 澄んだ水が不動堂前の滝壺に向かって、しぶきを上げながら流れ込む。秋の紅葉の時期には、白滝と不動堂と紅葉のバランスが美しい。ありがとうございます。